第2問の解説に行きましょう。で、実は今日2月12日、前期試験のその日の夜なんですね。で、ある受験生から問題用紙を受け取って、それをコピーして解説してるんですけど、実はその書き込み、ご本人の書き込みを消し忘れて、コピーしちゃったんで、急遽修正液で、消してますので、ちょっと見にくいですけど、これが本当に試験の本番のそのものです。で、それでは、いきましょう。2番の1番。y イコールマイナス x 乗について、x の変域が a 大なり x 大なり b のとき、y の変域はマイナス9大なり y 大なり0であると。で、このときに a、b の組み合わせとして最も適当なものを次の r から a のうちから1つ選び、符号で答えなさい。で、こういうことですね。もう一回言います。で、y イコール x 乗についての x の変域が a から b までのとき、y の変域はマイナス9から0だったと。で、その、x の変域の 両端ですね、両端に相当するのがどれがいいですかと。さて、説明していきましょう。で、まず、関数 y イコールマイナス x ですので、下に凸、ですね。下に開いた形になります。y、x。で、y イコールマイナス x 乗。で、x の変域というのは こっちの幅ですね。それに対する y の変域というのはこの縦幅です。まあ、y 軸の方向の幅です。さて、で、y の変域が、0、マイナス9から0までです。で、つまり y の方はマイナス9だったんですね、ここ。で、0というのは実はここなんです。で、つまり原点しかないんですね、0になるところ。で、マイナス9になるところの、この式での x の値というのは、ここが2乗して9になればマイナス9なんで、3かマイナス3ということになります。ここまで大丈夫ですか？マイナス3の時にちょうどマイナス9になり、3の時にマイナス9になります。で、この3点がポイントとなるのはなんとなく分かりますよね。さて、で、y の変域が0から9まで、ちょっと今度青で書きますよ、0からマイナス9までになるためには y がここの間を満たさなきゃいけないんですね。で、そうすると絶対ここは通らなきゃいけないです。で、もう一つはマイナス9ですから、もう一つの端はここになるはずなんです。ここかここになるはずです。で、その時に実は、3つのパターンがありまして、まあ、2つのパターンっていいかもしれないけど、1つはちょっとこっちに書きます。y の動いた縦の方向について y の値である縦の方向についてちょっと注意してほしいんですけど、こういうパターンですね。ここがやっぱりマイナス9ですよね。で、ここが0ですよね。で、こっち、ちょっと端出てもいいんです。で、これが0からマイナス9だってことは、これでもいいんですね。で、もう一つのパターンとして、マイナス9になる端がこっちでもいいんですね。これいいですか？こっちはマイナス3ですよ。こっちでも。こっちは3になる。プラス3になります。で、こういう感じでもいいです。で、さらに言うと、この2つを合わせたような形でもいい。つまり、ちょうどマイナス9から次のマイナス9までずっと範囲でもいいわけです。条件と同じ形になるわけです。さて、じゃあ再び戻りますね。で、そうすると
まずこれを考えてみて、マイナス1だと実は両端のどちらかがマイナス3か3じゃないとおかしいので、これはダメですね。で、あとの E、U、E の選択肢はマイナス3か3があるんで、まあ、一応候補になるんですが、E と、U については実は書いてみましょうか。 E と U は E はマイナス3からマイナス1までですので、こっちがいいですかね。 E がもし E を書いてみるとマイナス3からマイナス1ですので、ここになっちゃうんですね。そうそう、0を含まないからダメなんです。0までいかないんです。ここまでしか、0まで Y の変域がいかない。で、同様に1から3でも今度こっち側、こっち側でここですね。ですので0までいかないんです。Y の変域が0までいかない、0に届かない、こっちも0に届いてないですね。だからダメです。ということは唯一答えはマイナス1から3、Aですね。答えはAです。で、A、マイナス1 X3 ですね。まあつまりちょうどこの形ですね。あ、違う、こっちだ。マイナス X3、 これです。これはちょうど、これが A の形です。ということで答えは A ということになります。